郷田賢治は日本の映像作家である。京都市立芸術大学大学院修了後、関西を拠点にフリーランスの映像作家として活躍。大阪電気通信大学、京都精菓大学非常勤講師。現在、映像スタジオ、株式会社ギャラクシー・オブ・テラー代表取締役。など、独特の世界観を描いた映像作品で様々な賞を受賞。また、 ディレクターとして、広告映像を多数企画、制作。過去の回帰あるいは、バッド VS ローター1996、パースペクティブオブパパ1996、アマネーマイナス2041年沖縄の見た夢マイナス2000スペアンドクー2002、アナライフ2005劇場公開作品ロッテルダム。 国際映画祭サラエボ国際映画祭メキシコシティ、国際現代映画祭プラハ国際映画祭、バルセロナアジア映画祭ジュネーブ国際映画祭、リーズ国際映画祭その他多数の映画祭において、招待上映、レッドシーズプロファイル 2010XBOX360PS3 用、ゲーム作品ストーリーシナリオ、ムビーパートディレクションを担当、T の要素。 2011-2011 20年度文化庁メディア芸術祭京都展の関連企画展ルネサンス京都映像メディアアートに出品 D4 ダークドリームスドントダイ2014ストーリーシナリオムービーパートディレクションを担当デッドリープリモニション2エイブレッシングインディスガイズ2020ストーリーシナリオを担当ありがとうございます